エカラビアは、ジョジシからの文字であるザマハーバーラタ。彼は、古代インドのジャングル部族の連合であるニシャダの若い王子でした。エカラビアは、ラージャスやヤ,ヤグナで最も重要な王の一人と呼ばれ、敬意を表して靴を提供することでユリシキラを称えています。彼は、右手の親指を持っていませんでしたが、彼は、非常に強力ない手と戦士として注目されました。 王子は犬に驚いたマハーバーラタでは、エカラビアは、ニシャダの主張であるヒラニアダヌスの息子でした。彼は、ジャラサンダ王の軍隊の下で将軍として使えました。彼の父ヒラニアダヌは、当時の最も強力な王、ジャラサンダの指揮官でした。エカラビアは、まだアーチェリーをマスターするという彼の断固たる意志を、諦めませんでした。教祖ドローナが、カウラバとパンダバの兄弟に教えている間、 彼はかつて森の中に隠れていました。彼らがアシュラムに向けて出発した後、エカラビアは彼の教祖の知識と足跡に対する敬意の象徴的なジェスチャーとして彼の教祖が歩いた泥を集めました。その後、彼は森に入り大きく古いよく育った木の下で泥を名の像を作りました。彼は何年にもわたって自習の規律あるプログラムを始めました。 彼はその像を教祖として受け入れ、毎日その前に練習しました。エカラビアの右手の親指から教祖への濁趣がある日、ドロウナと彼の生徒たちが森に出かけた時、アルジュナは彼の口の中と周りに矢が驚くほど構築されていたために吠えることができなかった犬を見ました。この構造は犬に無害でしたが、犬が吠えるのを防ぎました。ドロウナは驚いただけでなく、苦しんでいました。 アルジュナに世界で最も偉大な相手になると約束していたからです。そのような立派な相手が誰であるか疑問に思って、ドローナと彼の学生は調査して、エカラビアに出くわしました。ドローナを見ると、エカラビアがやってきて、彼に頭を下げた。ドローナは、エカラビアにアーチェリーをどこで学んだか尋ねました。エカラビアは、あなたの下で、ぐるじと答え、ドローナに彼の像を見せながら、 彼が何をしたかを説明した。その後、ドロウナは、エカラビアに、真に、ドロウナの弟子になるためには、エカラビアは教祖、競争、脱死なお支払わなければならないことを思い出させました。すぐに、エカラビアは、ドロウナのために、何でもすることを申し出ます。ドロウナは、将来、ハスティナプールの敵であった、マガダのために、エカラビアが働くことを知っていました。 ドローナはエカラビアにグルダクシナとして右手の親指を切るように頼む。幸せで笑顔のエカラビアは親指を切り落とし、それをグルダクシナとしてドローナチャリアに提示します。バガバタプラーナはエカラビアがマトゥラを攻撃した時にジャラーさんダがカンサの死の復讐をするのを助けたと述べています。この戦いでクリシュナはマハーバーラタの将来の戦争を知っていたのでエカラビアは クリシュナ教によって殺されました。そして、エカラビアは、ダルマの設立の障害になる可能性があります。インドのハリアーナ州、グルグラムシのセクター37にあるカンザ村のエカラビアに敬意を表して、エカラビア寺院があります。民間伝承によると、これはエカラビアの唯一の寺院であり、エカラビアが親指を切って、教祖ドローナに捧げた場所です。エカラビアに敬意を表して、 インド政府は、インドの部族のためにエカラビア、モデル住宅学校モデルの住宅学校スキームを運営しています。エカラビア賞は、スポーツにおける卓越したパフォーマンスに対して、カルナータカ州政府から授与されます。エカラビアは、生涯学習の哲学を刺激し、彼の存在は大衆を祝福しているようです。このエカラビアパルブでは、モットーは、 あなたは自分自身を作成しますであり、エカラビアの伝説は多くの思想家によっても転送されている証言です。エクラビアが代表する弟子は学生にとって最高であり、自分自身の運命の創造者になることを可能にします。エクラビアの模範的な弟子は、この時代の人生の教訓です。2007映画エカラビア、ロイヤルガード特色サンジェーダットとアミターブ、バッチャンは、 エカラビアにちなんで命名されました。ありがとうございます。